今回のお話は急にはびこってきて住んでいた掃除機がけを嫌がる元気すぎる幽霊のお話です。私が掃除機がけ作業中に関してここはやるな、うわっと言って口を挟んでくる幽霊さんなのですが、夜に2階の物置部屋へ続く階段下を掃除機がけしていると、私が掃除機がけをしている間中紫色の着物を着た女性幽霊が私の頭の周りで怒った顔の表情でここはやるなと私へ訴えてきていたのですが、私は普段通りに掃除機がけをしておきましたが、また掃除機を片付けに私がそこの場所へしまいに行ったら、その女性幽霊は最初は下を向いた状態で私を怖がらせた後に私の前へさっと移動してきて、うわっとまた叫んできて、駆動幽霊だなと思っていました。そこである日、その女性幽霊に何でいるのと聞いてみると、女性幽霊が私へ霊道だからだよとそこで言ってきたので、そこが霊道にならないようにこれからは掃除をしっかりしておこうと思いました。ご視聴ありがとうございます。感謝しています。